こんにちは。はい、どうもこんにちは。今回はね、この継ぎはぎ使っていこうと思います。まあ、SMG の新武器ですね。まあ、なぜ遅れたか、取るのが。アーマークレジットがなかったんですね。うん。なんとか、買わないつもりだったんだけど、拾って使ってみたら、なんかクソ強くて、あれと思って買いました。なんかこの武器ね、あんまり賛否両論らしいんだけど、まあ強いと言っている人がいたり、まあツイッターでアンケート取った時も、250票ぐらい入って、強い弱いがまあ大体50-50くらいだったから、あれなんだけど、迷ってたんだけど買うか。まあこの武器弱いとか言ってるやつ大丈夫か。うん、どこが弱いのこれの。どこが弱いの。むちゃくちゃ強いから。あれ、俺も、この武器を使うために生まれてきたような、そんなレベル。で、好き。うん。まあ、俺は個人的に好きなだけなんだけど、いや、でも本当に強いよ。百式でいいやってなってるの。違う、百式じゃ、ダメなんだよね。ああ。腰打ちの精度がめちゃくちゃ悪いんだけど、まあ、腰打ちしなきゃいいだけだしっていう。ええ。まあ、軽く無双してるんだけど、うん、本当に強い。お、本当に強い。はい。うん。はい。たまに分けるんだけど、こういう。お !OK。腰打ち、あれ今の腰打ち結構当たったな。よいしょ。はあ、買ってよかった。うん、どんだけいいんだよ。買ってよかった。そうだな、もううまく言えないけど、買った方がいいです。くっついた、お疲れ。段数は、まあ、PP スイッチでいいじゃん。ってなるじゃん、大体の SMG は。違うんだよ、この時は。頭打ちめっちゃ抜ける。うん。ほぼ AR みたいな使い方でできるな。うん。ノラだとね、本当に遠距離とかも SMG で抜かなきゃいけない時もあるんで、本当に、ノラ戦の人は、マジでおすすめです。何人かの実況者もね、強いと言ってたでしょ？強いわ。大体、なんだろう、大体の実況者ってさ、新武器さ、強いって言うんだよ、大体。どんな武器でも。うん。動画伸ばすために。これ、まあ普通なんだけど、しょうがないんだよ、それは。うん、騙そうとしてるっていうか、まあ、しょうがないんだよ、それは。でも、この武器は本当に強い。この武器は本当に強い。俺、弱い武器は弱いって言うじゃん。この俺が強いって言ってんだから強い。うん。これ本当に強い。見てればわかると思うんだけど。アタッチメントは、角間がラピファ、クイドロです。グリップはいらない。マジで。ラピファつけてくる全くぶれないもんね。あと、サイトも見やすいし、何より音がいい。っていう。あ、マジ、くっついた。お疲れ。よし。このように近距離を勝ててしまうと。あと、キルログの、この、銃の、まあ、次キルした時に見てみ、キルログの銃の形が、これ、ほら、かっこいい、っていう。あとは、あとはね、あー、クソ見えなかった。なんだろうな、あと、なんだろう、そんぐらいかな。もう説明下手くそだからさ、この動画見ても、あ、なんか買う気しねえなって思うかもしんないけど、頼む、騙されたと思って。お願いします、買ってください、これ。マジで強い。マジで強い。なんだろう。本当に俺、この武器のために生まれてきたような、まあ、俺のために生まれてきたような武器。で、俺もこの武器のために生まれてきたような、もう相棒をね、あっ、よし。おい。全くブレねえし、なんだろう、全盛期の百式を見てるような気分ですね、これ。
音がね、本当にいいんだよ。静かな、この静かなね、クールな感じの音が。ダメだ。そっちいんな。はい。あれ。まあ、俺、ツイッターとかでよく言ってるんだけど、PPSH の音大嫌いなんで。はい。なぜか、なんだろう。もう、本当にうるさい。本当にもううるさいね。あれの音は、銃は。この銃の銃声見てみ。落ち着くわ。あーし。本当に強い。え、なんだこれ。黒突を、黒突の、出た時のような衝撃。あ、マジかってなるわ。これ弱体化入るか。もう強い。なんだこれ。弱体化入りそうなんだけど、これ入っ、やめてくれよ、俺さ、もう、黒突もバースト武器も、この武器も弱体化入ったら俺も、ねえ、SMG が強くていいんだけどな、このぐらい、マジで。このぐらい強くていい。揺れる。自分の砲撃、自分の最悪、自分の砲撃で殺されたようなもんだな、あれは。弾が少ないな、でも。まあ、これ弾多かったらチートすぎるからしょうがないんだけど。基本、まあ、中距離から遠距離。近距離でも強い。このマップ、近距離戦闘が多いマップなんだけど、それでも強いじゃん。ね、そういうこと。負ける気しないな、なんか正面で打ち合って。あー惜しい。焼夷弾なければあいつの。いやー、わらわら2のモチベが一気に上がりましたね、これで。僕は、あーマジか。この武器だけエイムアシスト強くない？違うか。それは思い込みか。うん。それはさすがに思い込みか。エイムずれないんだよな、あんまり。まあ、ブレが少ないっていうのがあるから、しょうがないけど。しょうがないっていうか当たり前なんだけど。うん。PPSH に比べて安定性、もう抜群。もう、マジでもぴったりエイム、これは。好きやわー。はい。いうね、クイドロ強いな。やっぱつけるとしたら、まあ、ラピュタとカクマガは必須として、そうですね、クイドロは、まあ、お好みかな。俺はロンバレよりクイドロ派なんで、まあ、ステディエイムつけてもいいですね。この武器腰打ちがなんか悪いんで。PPSH とかじゃ絶対抜けないね。ほら見た、あの時計を。お疲れ。本当に、俺がマウスだから、なんだろう、ブレないとかじゃなくて、パッドで使おうが、マジでブレない。グリップ、ラピュアつけても、本当に、ブレない。グリップはいらないね。このリスキルポジも強いんですよ。この武器なら。安定する。あ、まだいんな。あそこ抜けちゃうからね。ちょっと。あれ？うわ、ぶね。なんか、焼夷弾が弱くなったらしいですね。あ、ナイスです。それはナイス。もうストレスでしかないんで。いやー、後ろか、それは無理だわ。一応振り向けたけど。あ、そうっすね。はい。強い。いやー、これは買った方がいいわ。なんで買わなかったんだろう。やっぱり自分、いざ自分で使ってみないとわからないことってあるもんで、なんかツイッターで、この時そんな強くないよって聞いたから買わなかったんだけど、うん、まあ溜まってなかったんだけど、そもそも。いざ使ってみたら、これですよ。まあ武器によって自分に合う合わないがあるんでね、僕は多分 PPSH よりこっちの方が合ってるかな。はい、75キル。10、10何ですか？見えねえよ、連合軍で。はい、13ですか。はい。
ということで、今回はこれで終わります。この時ね、本当に PPSH と継ぎはぎの2強かな、SMG は。はい、ということで終わります。お疲れ様でした。